はいどうもおはようございます。詩人で講演家の中裕二と言います。どうぞよろしくお願いします。今日の講演はですね、デリバリーヘルスで全国でナンバーワンになる方法、特策、哲学、秘訣をお伝えしたいと思います。しっかり聞いてください。私の体験談、経験談、あるいはいろんな友達、お客様、あるいはいろんな情報誌を、本をいろいろ聞いてみて、考えて、感じて、それをギュッと凝縮して皆様にお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずナンバーワンになる方法、ほんの一部ですをお伝えします。お風呂場をで楽しんでください。お風呂場、お客様というのはもちろんサービスはもちろんなんですが、お風呂場で楽しむ、これが非常に重要なんですね。私がいろいろ経験してお話を聞いた中でとても素敵だなというのがあります。その彼女はお風呂場でね、わざわざですよ、自分で持ってきたアロマをお風呂場でアロマを垂らして一緒に楽しもうというんです。これは素晴らしかったですね。そしてちょうど私がクリスマスの時に行った日、私が感動したのはですね、ろうそくを何本も持ってきてですね、キャンドルですね、キャンドルをですね、そのお風呂場で、お風呂場は真っ暗にするわけなんです。そこで今日はクリスマスだからということで、まあ演出でキャンドルをつけてくれた、本当に感動しましたね。あとね、そのラブホテルですね、ホテルにある花びらがあるんですね。お風呂場で花びらを浮かべて一緒に入る、これもとっても嬉しかったですね。あるいはそこの温泉のもとね、温泉のもとを一緒に入れて楽しむ、あるいはね、ジャグジー、あの泡をブクブク立てて一緒に泡風呂入ろうという、これも楽しかったですね。そしてお風呂場でいろんなイチャイチャプレー、これも非常に喜ばれます。お風呂場でイチャ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 楽しむ、触り合う、これも非常に楽しいですね。あとすごく嬉しかったのは、富山のデリバリー業界、ね、ナンバーワンの、ね、女の子なんですが、お互いに向き合って体育座りするわけなんですね。そこで足をこう交差して絡める、これがとっても素晴らしかったですね。感動しました。そして私が何より感動したのは、まあ僕だけかもしれませんが、お風呂場ですね、その女の子が私のペット連れてきたんだけど、お風呂場入れていい？って言って、あ、いいよいいよって言ったら、アヒルのガーゴちゃんですってね、アヒル3匹、このネジ、ゼンマイがついてるわけなんですが、そのゼンマイぐるぐるってやると、アヒルがガガガガガって動くんですよ、お風呂場で。なんちゃこれと思ったんですが、ねえ、見てみて、かわいいでしょっていうわけなんですね。そこで私は感動します。うわ、なんて可愛らしい子なんだと。これも参考にしていただきたい。こういうサービスもすんごくお客様は嬉しいんですね。
なかなかお風呂場を女性で入るってことはなかなか普段ないんです。日常茶飯時茶飯事ではありません。非日常です。女性と一緒に入るっていうのはほとんど非日常ですね。この場でいろんなね、サービスを提供する、これだけでお客様の心をつかむことができるわけなんですね。 あとですね、ジャグジーのお風呂に一緒に入って、そこにテレビがついてるわけで、そこで映画を見て一緒にワインを飲みます。これもすごく素敵で楽しかったんですね。お風呂場の演出サービス、これをすることによってお客様の心は掴むことができて、好感度をアップさせることができる。お風呂場でキャンドル、お風呂場でいろんなペット、お風呂場で演出真っ暗にしてみる、お風呂場で花びらを浮かべる、お風呂場でイチャイチャプレーをしてみる、お風呂場で一緒に体育座りしてみる、こういったサービスで心をつかむことができる。これでナンバーワンへの道が近づきます。お風呂場でぜひいろんなサービス提供を自分なりに考えてやっていただきたい。ぜひお風呂場で楽しんでみてはいかがでしょうか。どうもありがとうございました。